トム・ゲイレルス・トム・ゲイレルスは天文学者。長らくアリゾナ大学教授を務めた。1925年、オランダのハーレー・マーメールで生まれる。青春を送ったのは第二次世界大戦のただ中であり、ドイツに占領されたオランダで、レジスタンスに身を投じた。その後イギリスに亡命したゲイレルスは、イギリスの特殊作戦執行部に参加し、任務を帯びて祖国に、 パラシュートで降下してもいる。1944年から48年にかけてゲーレルスはヨーロッパと極東地域で空挺任務に就いた。1951年にライデン大学で天文学と物理学の BS を取得。1956年にシカゴ大学で天文学と天体物理学の PHD を取得した。1961年以降、 アリゾナ大学で惑星科学と天文学を教えている。1950年代には小惑星の高度を測定するシステムの開発を行い、1960年には構成や惑星の変更の波長依存性について先駆的な研究を行った。これらの業績はアメリカ天文学会の月間学術雑誌、アストロノミカルジャーナルの拡大版にそれぞれ掲載された。 ゲーレルスは1960年から1977年にかけて雷電天問題のファン・ハウテン夫妻と共に4000を超える小惑星を発見した。いくつかの彗星も発見している。また、パイオニア10号とパイオニア11号の画像式変更コード計実験の主任研究員であった。ゲーレルスはアリゾナ大学出版会から刊行されている。 教科書のスペースサイエンスシリーズの発刊に携わっている。この教科書は当該分野において最もレベルの高い教本として知られている。1980年にはアリゾナ大学のロバート・マクミランとともにスペースウォッチ計画の発足にも携わり地球近傍小惑星を含む小惑星、水星の探索するこのプロジェクトの主任研究員を務めた。 教育者としてのゲーレルスは、秋には通ンのアリゾナ大学で自然科学を専攻としない大学生のための講義を担当しており、春にはインドのアーメダバードにある物理学研究所で授業を受け持っていた。これは国連の設けた家庭であり、ウズベキスタンや北朝鮮などから留学した大学院生を代償としている。ゲーレルスは普遍的な進化について、 関心を払っており、これらの講義を導きの意図として研究が進めていた。2007年には惑星科学への顕著な功績により、アメリカ天文学会の惑星科学部門が設けたマサースキー賞を受賞した。トム・ゲーレルスには3人の子供がいる。息子の一人であるニールゲーレルスも天文学者である。ゲーレルスは九百六十年から百七十七年にかけて、 ライデン台のファン・ハウテン夫妻と共に4631個に上る小惑星を発見した。また、ゲーレルスは単独でも19個の小惑星の発見者として小惑星センターに記録されている。ファン・ハウテン夫妻との共同作業は、ゲーレルスがパロマー天文台の48イン、シュミット式望遠鏡で撮影した写真をライデン台に送り、 ファン・ハウテン夫妻が解析するという方法で行われた。彼らのチームが発見した小惑星にはアポロ軍のデデラス、プタハ、アモール軍のリースと数十個のトロヤ軍の小惑星が含まれる。ゲーデルスとファン・ハウテン夫妻の名による小惑星発見数4631は2016年11月16日現在小惑星観測史上7位の多さである。 これより上位を占めるのは、LINER a、R、や n ー t をはじめとする大規模なプロジェクトであり、個人の名はない。これらのプロジェクトが小惑星探査に乗り出す1990年代後半まで、ゲーレルスとファン・ハウテン夫妻のチームは他を大きく引き離し、長らく発見数1位の座を占めていた。2017年5月11日現在、ゲーレルスと ファン・ハウテン夫妻のチームに次ぐ発見数を記録するのはエリック・エルスと小林隆夫である。なお、小惑星発見数で2位を占めるのはアリゾナ大学のスペースウォッチプロジェクトであるが1980年に設立されたこのプロジェクトの設立者はゲーレルスである。プロジェクトによる発見では発見者個人の名が小惑星センターに残されることはないがゲーレルスは プロジェクトの中で 1998KY26 などの小惑星を発見している多くの彗星の発見者であり、発見した彗星には、周期彗星の 64P、スイフトゲーレルス彗星、78P、ゲーレルス彗星、82P、ゲーレルス彗星、90P、ゲーレルス彗星が含まれる。ありがとうございます。